参議院議員の辰巳です。今、予算委員会の質問を終えました。今日はリニア新幹線について、テレビでやるのは初めてですね。推進派の人たちの質問はたくさんやってるんですけど、おかしいっていうテレビ質問はうちが初めてではないかなと思ってます。でリニア新幹線っていうのはもともと整備新幹線含めて、新幹線っていうのは国が整備するんですけど、中央新幹線っていうのはもうリニア、国はなかなかできないということだったんですが、 JR 東海が自分で全部金出すからやらせてくれと、それで認可された事業なんですね。にもかかわらず今回このリニア新幹線の事業に、財政投融資という、公的資金を投入しようと、これ3兆円ですからね、大きいんですが、ということで、進めようとしているのが安倍政権で、まずそもそも認可の条件が違うじゃないかということを突きました。で彼らは、成長戦略のためだ、最大8年間前倒しだとは言うんですが、これ40年債30年間据え置きの低金利ですから、もう JR 東海にとっては破格の条件で、 JR 東海にとったらものすごい美味しい話で、これを進めていくということになります。そもそも認可の条件がおかしいということですね。もしそのまま国でやるんだったら、ちゃんと国会でこれまで認可の前に審議しなければならないわけですが、それもされてこなかったということでした。でリニアっていうのは、バラ色のように描かれていますけれども、実は我々環境問題っていうのをずっと言ってきましたけれどもね、これは環境大臣がアセスメントに対する意見っていうのを出してるんですけど、相当な環境負荷が生じることは否めない、いくら提言するとしても、否めないと。また不可逆的な影響を与えると、河川流量ですね。でエネルギー消費も 3.5 倍と言われ、東海道新幹線の 3.5 倍と言われてますから、環境でも大きな問題があると。でもう一つの問題は採算性なんですね。でこの採算性が本当に9兆円と大阪まで言われてますが、これは我々怪しいと思っております。2008年の段階で計算したそういう工事費ですので、これ今もう2016年で東日本大震災があって、工事費は高騰してますから、東京オリンピックの国立競技場とかですね、今いろいろありますけど、リニアもこれ膨らむんちゃうかと、公的資金投入の際にちゃんと精査したんかと、融資ですからちゃんと返してもらわなきゃいけませんからね、にも、であるにもかかわらず、財務省はとしてはしてないということが明らかになりました。でこの財政投融資っていうのはかつて第二の予算とも言われまして、大きな批判を浴びました。で十分に政策コストを分析せずに融資をやって、ばらまきという批判もありました。でも今後景気対策などのために安易に利用されることがあってはならないねと、こういうね答申が出てるにもかかわらず、安倍政権は今後5年間で30兆円の財政をやろうと言ってます。でこれはかつての、先祖返りといいますか、財政っていうのはバランスシートに出てきませんので、いわゆる建設国債、赤字国債みたいな感じで数字で出てきませんので、隠れた借金としてですね膨らんでいく可能性があるということを危惧しております。この問題さらに日本共産党議員団として取り上げていきたいというふうに思っておりますので、今も裁判も起きてますし、頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。